ちょっとこのチャット GPT 面白かったのちょっとシェアしましょう。はい大人の女性に向けたショートメール、ショートメッセージをね、ちょっと一回出してみましょうか。一番下の欄に50歳以上の大人女性に向けてメイクアップに関するショートメールを、ショートエールを30から50文字で30個作ってと、こういう、まあ、今指示をしてみました。でこれをこれからちょっと一回やってみたいなと思うんですけど、いいでしょうかね。はい、じゃあこれを作ってみます、作ってもらいましょうっていうして出てくるのが早いんですよね、これ。まあね、こんな瞬時にするって、まあ、なかなかできないですよね。これは本当にすごいなと思います。でこういうふうに入れていくとですね、また戻って23からずっといきます。でこれ30でも100でも出るんですよ。もう今とりあえずこう時間的なあれで30にしましたけども、はい、なんかキャッチコピーとしていろんなヒントを僕いつもここで今いろいろともらってましてね、輝く大人のメイクで自信と美しさを保つとかね、放つや、うん、シンプルなメイクで品位と上品さを表現しよう。これ意外とですね、当たり前と思うか分かりませんけど、僕らよくメイクでね、やっぱり大人女性に大事なメイクってやっぱりシンプルさって大事でね、ちょっと若い時にコテコテこういろんなものを重ね塗ってたことは逆にねマイナスになったりするので、シンプルに潔く引き算をするっていうのはすごく僕いつも言ってるんですね。で引き算をしながらかつ品位と上品さを表現する、ここがね言うのは難しい、言うのは簡単やけど、じゃあ上品さとか品位はどういうふうにって表現するかというと、実はライン取りとかグラデーションとかバランスとか、そういうふうなねメイクのコツっていうのが出てくるんですね。まあそんなん考えたら、このチャット GPT AI ですけども、やっぱりそれなりのかなりね情報収集をしてるんやろうなっていうことを、まあ、改めて思ってるわけです。自然なメイクで内なる美しさ、これ内なる美しさって大事ですね。はい、まあ経験値ってあるんで、やっぱり表面的に出てる外見っていうのは、実はその、大人女性にはやっぱり今までの人生の経験値、いいも悪いもいろんな経験を積んでそれを乗り越えてきたというね自信、そういう現れがですね軸になって顔に現れる、表したらいいと思うんですね。だからそこにメイクでなんかこう弱々しさをこうメイクでねしてしまわないように、まあ、堂々としたメイクをしてほしいなという感じはしますよね。で、年齢を超えた輝きを手に入れる秘訣は自分自身を愛すること、メイクで自己表現しようというね、コミュニケーションメイクというねスキル、まあ、カリスマワビトというね、うん、まあ、本講座でやってるスキルをですね、まあ、皆さんは学んでいただいたんで、そのやっぱりあるのとないので、そのスキルとその知識があるのとないので、普通の方よりかはやっぱりエフィカシーって高くなると思いますね、その力。それはもう僕自身が思ってるんですね。あのコミュニケーションメイクっていうことを今までずっと僕がずっとこう世に発信してきましたけども、それですごくやっぱり変わっていく人、人生をこう変えていく人、自信を持って前向きにこう積極的に変身していく人っていっぱい見てきましたんで、やっぱり昨日もねそんな話を麻子さんとしましたけども、メイクとか色カラーとか、まあ、ファッションとか、なんか美容っていうとなんかこうチャラいとか表面的なとか、まあ、そんな風に見られがちな、贅沢品やとか、まあ、そういう風に思ってる人もまだやっぱりいらっしゃいますよね、うん、でも実はですね、このそういう美容の力っていうのは、おやつ、ね、ドーナツではないんですと、主食なんです、米なんですと、その美容の力っていうのはほんまにメインになる商品な、食材なんですってね、そんな例え話を麻子さんは言われてましたけども、もうまさしくそうで、やっぱりこう日々ねこう生きていく中で美しい心とか自分を慈しむっていうのもこの美容のやっぱり意識なんで、この美容っていうのはすごくね考え方は人生の哲学に似てるようなねところもやっぱあるんですね。だからやっぱりメイクを変えるというのは本当に自分の顔を変える以外に脳の思考まで変える、それぐらいですね本当に人生を変えてしまうようなテクニックであり知識であり、そこに意識を落とすことによって本当に日々変わっていくって、これ僕何回も言ってるんですよね。はい、もう何回も言ってるんです。だからもしメイクがまあ雑誌的になったりとかワンパターンになったりとか、もうなんかこう
テレビ見ながらとかスマホ見ながら、まあ、やることもそれはあると思いますけども、まあ、少しこうやっぱり意識集中してですね、日々のメイクに、エネルギーをかける、そうしていくとですね、昨日も同じで、高齢者っていうか、まあ、僕はもう老健施設をずっと回って80歳90歳ぐらいの方もメイクをさせてもらいましたけども、やっぱりメイクをしに行った時に興味を持ってやりたいって言って目を光らすおばあちゃんと、今更何をしに来たのみたいな感じで煙たがるおばあちゃんに分かれるんですよね。そうするとどっちが可愛いおばあちゃんってもう分かりますね。実際僕はその現場で見た話なんで、これ間違いないと自分では思ってます。だからこそ、今そういう風にしてメイクの力を借りて、またね、いくつになっても可愛いおばあちゃんと言われるように、まあ僕もそうですよ、可愛いおじいちゃんと言われるようにならないとと思ってるわけでございます。はい、今日もありがとうございました。